ソン・スンファンは、大韓民国ソウル特別市出身の俳優、舞台演出家。子供の頃、公演童話の大会に出場した際に演出家にスカウトされ、1965年に、KBS のラジオ番組の子役声優として、芸能界にデビュー。その後は、子役が必要だとあちこちから声をかけられて、舞台劇、映画、テレビドラマにも出演、活動の幅を広げていった。 1968年に劇団広場の鶴村の人々にポンナム役で出演し、同年度東は演劇賞子役特別賞を受賞。子役時代は日中は学校で勉強し、放課後に放送局でドラマの撮影に参加する日々であったと後にインタビューで振り返っている。気分高等学校在学中には当時の人気ドラマ旅人にも出演した。しかし、 父親が事業に失敗した上に病に倒れ家計を担う立場となったため就職を考えて西江大学校の経済学科を受験したが不合格第二希望の韓国外国語大学校アラビア語学科に入学した当時の韓国は中東ブームの真っ只中にあり主専攻でアラビア語副専攻で貿易学を学ぼうと考えていたという 芸能界を離れることも視野に入れて大学に入学したものの演技への情熱を断ち切れず学生演劇に熱中結局大学は中退することとなった知人と共に劇団76劇場を立ち上げて団員として活動したほか他劇団の作品にも出演そのうち1982年に出演した劇団実験劇場の作品エクスで 同年度百層芸術大賞演劇部門最優秀演技賞を受賞した。演劇以外にラジオ DJ やタレントとしての活動にも取り組み、特に KBS のラジオ番組夜を忘れたあなたにとテレビ番組若さの更新で人気スターとなった。九百八十三年に撮影でアメリカ合衆国ニューヨーク州を訪れた孫孫ファンは自国との違いに衝撃を受け、 芸能活動を中断し当時婚約者であった妻と共に渡米した。一般には留学と捉えられたが本人は後年インタビューにて世界見物と表現している。自らはフリーマーケットで靴や時計などを売り、妻はネイルサロンの従業員として働いた。そして経済的に余裕ができた時は二人で映画や演劇を見るという生活を送った。 4年間の米国生活を終えて帰国後に芸能活動を再開。76劇場には1988年まで在籍した。翌1989年には劇団班、パフォーマンスを創立して代表に就任、複数のミュージカル作品のプロデューサーを務めた。1996年には高校時代の同級生であるイグ・グアンホと共に、 舞台作品公演を手掛けるベンチャー企業 PMC プロダクションを創立して共同代表に就任。1997年にはノンバーバルパフォーマンスナンタの企画及び制作を担当した。ナンタは韓国国内にとどまらず他国でも上演され、2003から4年度にはブロードウェイに進出、2015年11月時点では250。 各国を超える国で上演されるヒット作となった。2012年3月、PMC プロダクションの代表を辞して芸術総監督に就任。2015年には、サネノブ女子大学校融合デザイン芸術大学学長に就任した。同年7月、2018年2月開幕予定の2018年ピョンチャンオリンピックの 開会式総監督に選出された。広瀬中学校及び気分高等学校を卒業。韓国外国語大学校は中退したものの1996年に名誉卒業の資格を得た。出演作品は個別に注釈がないものについてはに、基づく一覧を表示する。ありがとうございます。